ああ、はいはい。今急いでるから手短にね。そうだけど。何？まあね、仕事の方はちょっと撮影時間ずらしてもらっただけだから、あんたは気にしなくていいよ。知らなくてもいいんだよそんなこと。僕がそうしたかったからそうしたの。自分で決めて自分でした行動なんだから、あんたが謝ることなんてないでしょ。むしろそういうのうざいだけだから。まあそのおかげでこれからまた仕事なんだけど。だからごめんね、一緒にいてあげられなくて。だってあんたはずっと僕と一緒にいたいんでしょ。僕の部屋に来た時点でそういうことなのかなって思ったけど。ごめんね、日付が変わる前に戻るからさ、ご飯でも作って待っててくれてもいいよ。で、待っててくれるの？くれないの？ふん、そう？じゃ、行ってきます。なるべく早く帰るよ。いい子で待っててね、お姉さん。